山岸さん? ペルソナ? 私、見える 私、あの怪物たちの弱いところ なんとなくだけど、見えます この力は… 思った通りだ ミツル、バックアップは彼女が変わる こいつらは俺たちで片付ける! やってやる!ヘルメス! よっしゃ、やっちまった! 突撃!
心配ない。フッカ、あんた、怪我はない？よかった。フッカ！心配ない。疲れがたたっただけだ。フーカ、私、今の2体のシャドウはどこから？外からだ。寮やモノレールに出た時と同じだ。そうか。っていうか森山さん、影時間とかシャドウとか全部見ちゃって。これから、いや、彼女は俺たちとは違う。影時間の嫌な思い出は記憶に残らない。それにシャドウの声を聞いたはずが、結局こうして無事でいる。再び落ちることはもうないだろう。でもそれ、山岸さんが恩人だったことも忘れちゃうってことですよね。そんなのって。いや、そうなっても案外大丈夫かもしれない。ごめん、ごめんね、フーカ、ごめんね。自分がどうすべきだったのか、彼女はもう分かっているようだ。ごめんなさい。